はい、こんにちは、こんばんは、白銀の畑です。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回は、やっとね、新情報のクリスマスのやつが出たんで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では見ていきましょう。12月12日から予定通り開催されるらしいですね。で12月12日の18時から、12月25日、クリスマスまであるって感じなんですが、このなんかすごいあやふや感やめてほしいんだけど、これ決まったらやってくれるのかな。12月17日から12月23日のいずれかの日時にゲームサーバーのパフォーマンスのため臨時メンテナンスを予定しておりますって書いてるんですが、ちょっと詳しい日時早く決めてほしいなっていうのがあるかな。で土日は多分周回してると思うから、それ以外の日にやってくれるとありがたいなって感じかな。ではそこら辺でさささって見ていくんですが、イベント概要とイベント概要は前回と同じなんで、とりあえず、やっていきます。今回に関しては第2部、第1章ロストベルトナンバーワンアナスタシアをクリアしたマスターのみが参加可能と。で、ストーリーを進めると、コアトルさんのサンバのサンタがゲットできますよって感じですね。で、いろいろとあるんですが、とりあえずもう先に進んでいきましょう。で、今回もボックスイベですね。で、エピローグをクリア後に、コアトルさんが正式加入しますよって感じだね。で、ルチャベルトとかでいろいろあるんで、これもとりあえず集めておこうって感じかな。で、今回も毎日開放式なんで、最高倍率が出るのは最終日近くになるんじゃないかなと思います。一応12日から1日ずつ開放されて、最高倍率が出るのは多分19日になるんかってことは、1週間ぐらいは最高倍率がもしかしたら出ない可能性があるんで、そこだけ注意必要かなと思います。で、ルチャベルトを集めることでフリークエストがいけると。これに関してはクエスト実行時に消費するため、バトルにおいて撤退した場合でも消費したルチャベルトが返ってくるってことはありませんって書いてるんですが、基本これを使うクエストよりもこれ QP に換算した方が多分美味しいと思うんで、無理に、めちゃくちゃ美味しいクエストだったら別なんですが、無理にこれ使う必要はないんじゃないかなと思います。で次、12月14日1時13時からクエストの EX マッチが追加されます。EX マッチの実行はルチャベルト1つが必要で、最大8個消費するで、クエストをクリアできるのは1回限定ですが、クリア時に特別な報酬を得ることができます。実行時に必要なルチャベルトの数はクエストによって変わってきます。なるほど。これに関しては EX マッチっていうのは高難易度って思ってもいいのかな。多いな、割と多いな。合計1から8ってことは何個だ、36必要ってなってくるんで、1個のボックスに何個入ってるか分かんないけど、10箱ぐらい開けておけばいいかなって感じかな。で次、お得な攻略方法。これに関しては前回も言いましたね。ケツネに関しては経験値が2倍になるので、今回のイベント中に育成しといた方がいいんじゃないかなと思います。マイクの位置がいつもと違った。で次で、イベントフィルターのやつで、攻撃力アップと、絆がボーナスされますよって感じだね。で、ここを押すと表が、なるほどね、地味に AI が変わっている。で、絆ポイント獲得量アップ150。もう完全的に 150% 乗るのはコアトルの姉さんだけなんだね。で、それ以外でランサーの星5でブラダマンテ。これに関してはちょっと後々言いましょう。で、マルタさんとかいろいろ来て、基本は攻撃力 50% アップの絆獲得量は 20% アップって思っておけばいいのかな。そういう感じですね。で、次。イベントの進め方に関して、アミーゴタオルのドロップ数を獲得。なるほどね。マルタさんの霊装、これが今回集めなきゃいけない霊装になるって感じかな。これを集めることで、ボックスイベの周回効率が上がっていくって感じだね。で次、今回これはガチャさんの霊装だね。
星5霊槍、星4霊槍、星3霊槍でなるんですが、星5霊槍が多分アナスタシアで、星4霊槍が、これはワルキューレたちで、星3霊槍、これってレジライでいいのかな、なんかちょっと、まあ後で拡大見れるんでそれ見てみましょう。で、アミーゴタオルで、報酬を獲得っていうので、プレゼントを抽選でプレゼントを交換いたしましょう。で、当たりアイテムが入ってるのは10回分、11回目以降は当たりアイテムおよび黄金の果実、白銀の果実は補充されません。プレゼントのラインナップにあるルチャベルトはケツネーの、素材交換、素材と交換できるほか、集めることで特殊なフリークエストを実行できますって書いてるんで、とりあえず頑張って開けようって感じかな。で、交換期間は12月12日から12月31日まで、まあ年いっぱいまであるって感じなんで、まあ今年終わるまでにボックスに関しては結構開けといた方が、早めに開けといた方がいいんじゃないかなと思います。で、ラインナップとしては1回から4回目が、霊気再臨素材、5回目がこれは多分正式化にさせるやつかな、で6回目が伝承、7から10がフォークン、それ以降はなしって感じだね。で、プレゼントのラインナップはこれ読んだんで、あ、ここですね。あはは、これが今回の交換ラインナップに入ってるんですが、なるほどね、8連とひずめと竜騎馬と胸骨が入ってる。あ、これ結構いいな。てか竜騎馬と8連は正直最近欲しいなと思ってたからありがたい。胸骨も集めれる分だけちょっと集めておこうかって感じか。うん、まあちょっと8連のために結構周回するかなって感じかな。でそれ以降は秘石、魔石、奇跡等があって、星4種火と、まあいろいろありますよって感じだね。で、イベントアイテム交換、あー、これはルチャベルトの方だね。こっちは、コードリムーバーとかバスタークイックアーツのやつがいろいろ解放されるのと、宝具強化用のやつか。で、簡易霊解放があるのね。なるほど。で、星5霊槍のやつ、これはイベントのコマンドコードと、今回の、ボックスのやつが上げてくれる霊槍で、それ以外はセイレコン、炉心、爪って感じですね。あ、新素材もう先に入ってるんだね、これはありがたい。で、ムーチョベルトに関しては星4のコマンド霊槍と星5霊槍のやつで、スカラベ、妖覚、貝殻って感じだね。あとはまあ星4フォークンとかで、オーラバンドは星3のコマンドカードとイベント概念霊槍、あとは勲章、証、火薬っていう感じですね。あー、炉心が嬉しいな、一番。炉心に関してはちょっと集めるのマジで鬼畜なんで、まあ交換できる方は早めに交換しといた方がいいかなと思います。で、お、この霊槍、これ結構優秀じゃね。自身の旧性能ハッパーアップ、 B 性能ハッパーアップ、登場時にスターを15個獲得で、まあドロップ数を増やすなんですが、この登場時にスターを増やす霊槍って、これ金時霊槍以来かな多分。って考えると結構、まあ使えるか、使えるね。で、多分これ嫁ると10%10%の20個になる気がする。まあ20個にならないかもしれないけど、結構いい性能になりそうだね。で、イベントの報酬で、まず一つ目が星5霊槍、刻印されたカードにより攻撃時にスターを4個獲得。なるほどね。Q を伸ばすか、まああえてバスターアーツのやつを伸ばしていくかっていう感じになるね。で、星4霊槍が刻印されたカードによる攻撃の余ダメージを1000増やしてくれんの。普通に火力出したいんだったらこれめっちゃ強いじゃん。うん、なるほどね。で、3つ目、攻撃時に敵単体の防御力アップを1つ解除。これ結構なんか高難易度で輝きそうなやつだね。なるほどね。防御バフをとりあえず剥がしていけるって考えると結構いいね。で、まあコアトルの、ルーラーのやつの説明なんですが、とりあえず装置して、まあ霊気再臨によるバトルの見た目のキャラ、ん？見た目、ん？バトルキャラの見た目は変わらないって感じだね。で、コアトルさんの簡易霊位を手に入れよう。あ、今回はコアトルさんの霊位解放があるんだね。あー、なるほど、仮面がつく。本当に簡易霊位だね。うんうん。まあ、羽とか、あー、ここら辺の素材使うんだね。なるほど。うん、ちょっと簡易霊位するのはもしかしたら自分は後になるかもしれないな。で、この簡易霊位なんですが、できる方はとりあえず、ゲットしといてください。ゲットしとかないと、まあ、来年もしかしたらレアプリゲットできないとかになる可能性があるんで、ゲットできる方はゲットしといた方がいいかなと思います。で、宝具演出とかはとりあえず
置いといて、クラス相性わかる、あ、これもメンテナンスのやつですね、ここら辺はもう出てるんで、とりあえず、まあ、放置、まあ、見てみてって感じかな。うん、一番いいのは多分これだろうね。凸してるやつが表示できる。これが結構いいと思う。あとは、まあ、ここら辺は全部見てるんで、とりあえず行きましょう。で、まとめてやつも普通以下。フィルターのやつ、まあ、これもあれだね。あったね。で、新名前のやつもあった。で、ドロップアイテムの自動変換。ほう、あ、これ便利じゃね？だって、マナプリとかいちいち売るのめんどくせえっていうの、いくらが永遠と溜まっていくってやつを解除できるってことでしょ。あ、これはありがたい。これは感謝だね。めっちゃ嬉しい。で、パーティー名の表示をタッチすることで、あ、上っ側のやつをポチって押すことでも名前が変えれるようになると。あー、これ地味にちょっと嬉しいやつって感じなのかな。そういうことで合ってるよね。ん？パーティー名の表示枠をタッチすることでも、あ、そうだね、合ってるね。オッケーオッケー。で、あ、夢火はレアプリに追加されるんだね。あー、やっぱりそういう感じだね。うん。これに関しては、まあ、嬉しいと思う人もいるし、あんま関係ないやっていう人もいそうだね。うん。で、まあ、こっちですね。まあ、ほとんどの人がもうこっちの方を意識してると思います。まあ、クリスマス2018ピックアップ日替わりということで、まあ、アナスタシアクリアしてなくてもガチャは引けるよと。で、星5で追加された、ブラダマンテと星4ルーラー。マルタさんが星4の水着の方が、来るっぽいね。ありがたい。で、まあ、ケツネがいろいろと実装されてるんですが、日替わりのやつで、ブラダマンテ、コアトル姉さん、マルタルーラー、ピックアップ中、期間中でも排出されない日がありますので、ご注意ください。で、あ、このキャラクターストーリー召喚に追加されるの？ってことは、あ、今回のガチャスルーするっていうのもありっちゃありなのか。へえ、なるほどね。うんうん。で、バーニング、あ、ホッサン霊装がなんかまた、あ、あれか、追加されるってやつだね、今回の。なるほど。で、日替わりピックとしては、はじめに、ブラダマンテと、ライダーのマルタさんとルーラーマルタさんで、ライダーマルタさんで、マルタさんのルーラー。あー、すげえ、ゲシュタルト崩壊していこう。しそう。あ、ケツネに関しては単体ピックは1日だけ、複合ピックが1日、まあ、ぐらいになるんで、ケツネがガチで欲しいって方は、とりあえず19日まで待つって感じになるのかな。まあ、基本は、多分、ブラダマンテを引きに行く人が多いんじゃないかなと思います。というか、ブラダマンテって確か、あれだったよね。多分、シャルル・マーニの人だった気がするけど、いや、ちょっと覚えてないんで、あんまり深くは言わないでおこう。この子はランサーですね。自身の防具威力をアップ、敵全体に強力な攻撃、&確率でスタン状態を付与、クリティカル発生率をダウン。そう、どういう性能になるか正直わかんないけど、結構気になる。まあ、体力よりっちゃ体力よりのサーバンとか。で、あとはルーラーマルタさんとか、ライダーの、コアトルさん、ライダーマルタさんが追加されていると。で、星5連装なんですが、これに関しては、旧性能 10% アップの、アーツ 10% アップ、NP40% チャージって考えると、とつると 50% になるんで、とつれる余裕がある方はとつっといた方がいいかなって感じか。で、星4連装は NP 獲得量 15% アップ、防御威力アップ、クリティカル威力アップ。あー、なるほどね。結構使えるね。で、これは、あ、違うわ。アビケブロン先生とエイリークだ。実況 A リークって書いてる。なるほどね。これは B 性能アップ、防御威力8%アップ。まあこれはホッサン霊装って感じだね。うん、まあただ、ホッサン霊装に関しては、イベントアイテム集めるときにやっぱ、あれば必要なんで、うん、あれば嬉しいんで、とりあえずゲットできる方は、まあ、ゲットしといた方がいいかなと思います。あ、合ってるね。シャルル・マーニュ、12勇士の一人だよね。わー、なるほど。うん。シャルル・マーニューさんはいつ実装されるんだろうね。すっげえ気になるんだけど、先に周りの人が実装されていく感じになるのか。シャルル・マーニュー、いや、俺は来年のホワイトデーとかそこら辺で実装されるって信じている。うん。で、まあ、ここら辺の説明はとりあえず、見ておけばいいかなと思います。ぐらいだね。あ、フォーゲンスとかも出てるんで、もし気になる方は見といた方がいいんじゃないかなと思います。で、結局、あれだったね。ボックスの内容は、8連と胸骨、隆起場、うん、歪め、うんうん。
ああ、胸骨は結構6000個ぐらいスキル上げで確か必要なはずだから、ああ、どうしようかな。300程度って言ってたけど、500程度開けよっかな。まあ、ちょっと余裕があったら、やってみるかって感じでいいか。以上、ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。